合格駅と角出駅。静岡県のあの大井川本線、えー。大井川沿いに走る列車なんですね。えー、まあ、金谷から、えー、千津まで20駅にあるんですが、その駅の中に合格駅と角出駅っていうのがあるんですよ。あのー、2020年10月にこの合格駅。 というのが駅名変更がありましてまあ門出駅は2020年の11月でですねまあ合格門でおめでたい駅名ですよねで受験生はじめ若者に人気でまあ観光スポットになっておりますねまたこの静岡県の大井川本線というのは数年で sl などの観光列車を多く 本数運転している鉄道会社として知られてるんですね。まあ、鉄道マニアにとって、あるいは、若い SL マニアの子供たちにとっては、まあ、動く鉄道博物館みたいな鉄道会社ですね。それで、この大井川本線の売り上げは、なんと地元の人たちの利用っていうのは2割ぐらいで、 あとは観光客が押し寄せてくる収入でもって、この会社経営がなされているという意味で、非常に観光についての関心が高いわけですね。入学試験や資格試験の際にお参りすれば合格が近づく合格益としての PR を、まあ、地域おこし活動が行われて、 もうあの厳しい鉄道運営をいろいろ知恵を絞っているその結果この合格駅とか門戸駅なんかが出てるんですねそしてこの機関車トーマスは今年の12月の16日から2023年の1月9日まで延べ20日間も走ることが決定されていますまた常時 SL が走っているわけですが、えー 4両もの蒸気機関車がですね、現役で運行されてるんですよね、まあ、この辺の詳しいことを知りたい方は、大井川鉄道 SL センター、電話054745-4112、まあ、9時から5時ぐらいまでやっておりますので、お,お問い合わせいただければと思います。それで、この大井川本線というのは、その金谷から千鶴まで20駅。 でつないでいるわけですが、その途中に合格駅、門戸駅なんて言いましたがこの千頭駅から井川までこれは井川線というトロッコ列車が、えー、走ってんですね。これは奥大井の渓谷をですね、ゆっくり走る日本唯一のアプト式の赤いトロッコ列車、まあ、あ南アルプスアプトライン。 でこもともとは大井川水系のダム建設のために作られた歴史を持って今は奥大井の観光列車として運行をしていると日本一の急勾配や日本一の高さの鉄道橋などがあってですね非常に景色が楽しめると、まあ、スマタ橋というですね素晴らしい場所などあって鉄道会社は観光会社とタイアップしてですね 日帰りだとか1泊2日とかいろいろ観光プランを作り上げ列車に乗ってもらおうと懸命な努力をしている鉄道会社です。